生意気。マスターアップ。はい、というわけでマスターアップしました。ヒナはためが長いのよ。必殺技みたいになってたわよ。そんな感じを狙ってたんだもん。どうどう、ひなちゃんかっこよかった？しびれる？憧れる？ときめいちゃったかな、ヨネ様。はいはい、かわいいかわいい。やった、今日はひなのかわいい記念日。違う、生意気マスターアップという記念すべき日よ。それはともかく、マスターアップしたから安心して予約してね。体験版も公開されているから、どんなゲームか興味を持った人はそっちを遊んでみるのもいいかもよ。生意気は5月29日発売です。